まあ、シーズンと違って、まあ、ここのレベルアップということで本当に充実したキャンプを送れてます。もうまだまだセカンドの動きだったりいいですか、プロの、まあ、実践、まあ、ノックでは自分がイメージしたように取れたりはできるんですけど、まあ、試合になるとなかなか思うような動きっていうのができないんで、まあ、そこはまだ課題としてまだまだ自分が思ったような形にはまだまだなってないんで、まあ、これからどんどんいっぱいノック受けてやっていきたいなと思います。と自分は結構その、まあ、ボールに対して、まあ、ラインバットをラインを入れるっていうのをずっと意識してやったんですけど、それが逆に何て言うんですかね、まあ、捉えきれずファウルになったりっていうのが多かったんで、まあ、そこは何て言うんですかね、まあ、なしじゃないですけど、まあ、上からちょっと叩きに行くイメージで今は、まあ、レベルで振ろうっていう意識が強すぎたんですけど、まあ、それを変えてちょっと上から叩きに行くイメージで今取り組んでやってます。このキャンプ期間中に起こったハプニングとかなんか楽しかったことってありますか？ハプニングですか？楽しかったことに、まあ、でも本当に一軍のスタッフの方と、まあ、シーズン中はなかなか会話だったりできないことが多かったんですけど、キャンプ来て、あ、この方こういう人なんだなっていう、ちょっと何て言うんですかね、あの面白い一面が見れるあの指導者の方たくさんいるんで、すごくやりやすいなと思います。どのコーチがどんな面白いとこありました？あの浅山コーチとか、まあ、なんか見た目怖いイメージあったんですけど、なんか面白いです。なんかやっぱりこう2軍にいる時とはコーチ陣も変わるじゃないですか、はい、やっぱりこうチームの雰囲気も変わるなっていう、そんな感じありますか？まあ、結構2軍の選手はやっぱり初めすごく緊張した雰囲気で、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、やってたんですけど、まあ、それを本当に新井監督はじめの指導者の方がすごくやりやすい、あの僕たちの意見もすごく受け入れてくださるので、本当にチームというかすごくいい雰囲気で、まあ、若手もあの遠慮せず今練習できて本当にあの楽しい、まあ、しんどいことが多いんですけどすごく充実してます。